それでは早速講師の先生方をご紹介しましょう。まず今回の内容を総合的に監修してくださったバンドディレクターの金田康坂先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして打楽器奏者の木村道子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またモデルバンドには大阪桐蔭高等学校吹奏楽部の皆さんに出演していただきました。さあそれでは早速お二人にお話を伺っていくわけですが、金田先生、はい、小編成バンドの指導者の方々が抱えている悩み疑問はたくさんあると思うんですけれども、それらの現状というのはどうなっているんでしょうか。そうですね、人数が少ないということでまず自分が理想とする思った編成は組めないんですね。これが一番目です。そのために選曲の問題ですね、思い通りの曲ができない、またはバンドに合った曲を選ぶことの難しさですね。3つ目はたとえ選んだとしてもその曲に要求される編成が組めていないために、曲作りの難しさというこういう3つが出てきます。これを伴って今度は普段の基礎練習ですね、基本練習の大切さというものが難しい部分があります。で今回の DVD では、そういった問題解決になるようなある程度の方向性が示されれば幸いだと思っています。今回試してみた配置ですが、まずクラリネットを下手、サックス群を上手、中央にフルートとオーボエを配置し、各楽器の境目をはっきりさせている配置です。私はこれをボックス型と呼んでいます。もう一つは、各楽器を2列などにせずにですね、横1列に並べていく配置の2種類です。サウンドがどう変わるかを実験してみました。他にもバンドの実情に応じていろんな配置が考えられます、はい、では実際に配置がサウンドにどう影響してくるのか演奏を聞いてみましょう。一つ目はゆったりとした曲奏の部分を演奏してみました。まずトライアングルです、サスペンテッドシンバルのスタンドにつけることも可能ですけれども、今日はこういうクリップを持ってきてます。これを譜面台につけて演奏することもできます。ではちょっと小太鼓からトライアングルに行ってみます。次にバスドラムとシンバルを合わせて演奏する時の奏法です、ここにつけて演奏するものがあります。これアタッチメントなんですけども、今日はそれとは別に、サスペンテッドを逆さまにして演奏することをご紹介したいと思います。エンディングにかけてですね、もう少し厚みが欲しいなと人数が増えたので思うんですけども、はい、何か工夫できますかね。もう最後の最後ですけども、サスペンテッドシンバルがクレッシェンドしてきてくれたので、その後にクラッシュを入れて、最後ティンパニーのロールのところもバスドラで重ねてみて重厚な響きを作ってみようと思います。はい、じゃあやってみましょう。今まで小編成バンド指導のポイントを見てきましたが、実際の現場ではどのような指導が行われているのでしょうか。小編成バンドで活躍されている吹奏楽部の先生お二人にお会いして、その気になる指導内容を伺ってみました。指導していく上で足りないパートが出てきた場合はどう対処していくのですか。そうですね、可能ならば誰かに吹かせてみます。まずとりあえずやってみる。
ね、ホルンがあの3本でハーモニーが欲しいっていう時に、あのホルンのパートを誰かに吹かせるっていうことは基本的にはしないんですけれども、例えばフリューゲリを1本入れてホルンの響きに近い3本のハーモニーを作ったりとか、あとはテナーサックスの子をあのバスクラ吹いてみんっていうようなので、とりあえず吹かせてみたと。でそしたら意外に吹けたので、じゃあやろうっていうので、あの 曲のソロを多分させたと思うんですけれども、そういうのにしたりとか、まあ、いろいろ変えて探してやってみてます。